はかなきことにても、とぶらい聞こえる人はなき大みなり。ただ、恩賞との善事の君ばかりぞ。稀にも、今日に入れたもう時には、差しぞきたまえど。それも世になき古めき人にて、同じ奉仕とも、奉仕という中にも、たずきなくこの世を離れたるひじりに物たまいて、 刺激草よもぎをだにかき払わんものと思いよりたまわずかかるままに浅字は,は庭の表も見えず刺激よもぎは軒を争いて追いけるは追い登るむぐらは西東の帝を閉じ込めたる頼もしけれど閉じ込めたるぞ頼もしけれど崩れがちなるめぐりのカキを 馬牛などの踏みならしたる道にて春夏になれば放ち買う揚げ巻きの心さえぞ目覚ましきちょっとしたことでこのお屋敷を訪問してくる人は絶えてなき境遇でいらっしゃる。 ただ恩賞と男兄弟ですがこの場合は兄さんですね兄にあたる禅師、まあ、禅師というのはの宮中の道場にこもって仏に具物する 分の,僧侶のことこなんですが、えー、ただこの禅師は都の外にいるようですねただその兄貴の禅師の君ばかりがまれにも今日に入れたもう時はこの屋敷をちょいと覗いたりなさるけれども、まあ、ちょっと訪問なさるわけだけれども。 それも世になき古めき人にてこの禅師という方もまたちょっと世間に稀な古風な人であって同じ奉仕という中でも類のない呼ばなれたこの属性からすっかり隔たってしまった 日尻にもの下巻いてこの場合のひじりは決まったお寺から離れた三夜に自由に宗教的な武道の場を求めて用りなんかを結んで 修行しているそういう人という意味で「よう離れたる肘襟に物下ひたまいて」と言っているわけですね。肘襟というのもいろんな意味で使われますけれどもこの場合はそういう宮廷のなんか仏事に関する務めをしているとか。 あるいは大きな寺に入っているとかっていうふうなことじゃなくって自分の一人の志でいおりなんかを結んで修行三枚にこもっているような人肘で,でいらっしゃって刺激草よもぎ だにかき払わんものとも思いよりたまわずこの屋敷のびっしりと生い茂った草やあるいはよもぎをすらかき払ってやろうものなどとは思いつきもなさらない。 このの屋敷の後輩ぶりなんかをご覧になってもそれに対して何かしてやろうというふうなことは思いつきもなさらないそんな俗児なんかに、えー、全く心を使わない人なんでしょうね修行三昧というふうな人なんでしょうこういうわけで浅地は 庭の主も見えずサジというのはたびたび今までも出てきましたけれども背の低いヤのことですね大体こう15センチぐらいの長さになるそれで終わりのあの柔らかい茅ですそれが一面に生えているところが浅路原あるいはサジ風 一種類の植物がもっぱらこう生えているところが、えー、何々ハラとか何々フとか地フ地フっていうのもこれですね地あの草が無理のこう浅地の地ですがだからそれは庭の一面に茂っていて 庭の土も見えない状態になっている普通庭にはあの白い砂を貴族の屋敷では引いたりするわけですけれどもそんなものが全然もう一面の浅路茅がやで覆われている <laughs> 秋はきれいでしょうね浅路の紅葉浅路風の紅葉ですからそれもなかなかいいじゃないかと思うんだけれどもしかしこれは荒れ果てた感じとして言っているわけです。 そして、刺激よもぎは、生い茂ったよもぎ。うん、これも,もちろん、あの、もち草にするよもぎが主ですけれども、うん、しかし、えー、一種類かというと、うん、おそらくあの、よもぎ、およびそれに類するようなもの、うん、方々と人の背丈も、もう、うずめてしまうほどに、高く生い茂る、そういう草が、もう、 軒を争いというんですから軒場の高さを超えるほどにも茂っている軒を争いで追いのぼるさらにムグラムグラは、まあ、八重ムグラというふうに言ううん幾重にも幾重にも絡まりあった鶴草ですねそれは西東の帝を閉じ込めたるぞ 頼もしいけれど西の門東の門門の扉をすっかりもう絡め尽くしてしまっているその様子が外から入ってこられなくなるわけですからなんか一見頼もしいけれども崩れがちなる巡りの柿をこういうのは追肘柿ですね当然。 こういう貴族の屋敷の周りは、えー、月ひじが泥で築き上げたカキですけれども、うん、それが古くなってくると修理が届かなくなってくると、うん、あっちこっちこう崩れて炊地の崩れより雪かよいけりってなふうな、えー、子どもたちがすぐにこう穴を開けて。 そして潜り込むような、そんなことになるわけですが。その、崩れがちなる巡りの下記を、これはまたひどいですね。馬、牛などの踏みならしたる道にいて、馬や牛なんかがもう自由に、えー、踏みならした道になっていて、春夏になれば、ち誓う揚げ巻きの心さえぞ目覚まし、な屋敷の中で、えー、牛やまあ、 放違飼いにしているわけですね。もうこれはほとんど男でなんか全くないんでしょう。そして少数の女房たちがもう姫君の身近にいてお世話しているというだけのことなんでしょう。ですから春や夏になるというとそこに草がぼうぼうとこんなふうに生い茂るわけで、それをいいことにそこへ馬や牛を放ち飼いにしている。その馬や牛のまあ晩をしている あげまきというのは頭をこう毛を真ん中から分けてこの耳の上の,、ね、こ,のこの辺りでこう丸くこう束ねているその格好が髪の形があげまきですが同時にそういう格好をしている年頃のつまり少年、うん、それがまたあげまきになるわけですね。そののいをしている馬や牛の番 するまあ牧道というほどじゃないけれども、まあ、牛飼い馬飼いの子供少年なんかの心さえぞ目覚ましその子供たちの行動呆れるほどである遠慮会釈のない振る舞いなんかは呆れるほどである。